足立区の大型ビジョン X の企画で野獣先輩を映し出してしまうというように立たれます。皆さん、足立スマイルビジョンは知ってるでしょうか？どうやら公式 X もあるみたいなんですが、東京都足立区の北千住駅前にある大型ビジョンだそうで、公式 X のプロフィールによると、大型ビジョンならではの迫力ある映像や広告の情報をお届けしています。フォローよろしくお願いします。音楽ランキングやお笑いも放映しておりますので、近くにお越しの際はチェックとのことなんですが、どうやら足立スマイルビジョン、こちらですね、みんなの笑顔を募集中ということで、ハッシュタグ足立スマイルをつけてツイートすると足立スマイルビジョンに掲載されます。友達や家族との思い出にぜひツイートしてね。内容が不適切と判断した場合は掲載をしない場合がございます。あらかじめご了承くださいということで、 X でハッシュタグ足立スマイルをつけて笑顔の写真を投稿すると、その写真を足立スマイルビジョンで掲載してくれるみたいですね。しかしこちらのハッシュタグ足立スマイルの企画で足立スマイルビジョンに掲載された写真が話題になっているので、それはこちらですね、左右対称の野獣先輩ですね。まあ野獣先輩はね、真夏の夜の陰夢というビデオに出演した男優の方なんですが、その画像をどうやらハッシュタグ足立スマイルをつけて X に投稿した人がいたようで、それに対し足立スマイルビジョン公式、こちらですね、いつもハッシュタグ足立スマイル企画に応募いただきありがとうございます。こちらビジョンで放映する予定でおりますが、ご本人様で問題ございませんでしょうか？確認取り次第ビジョンにて放映をさせていただきます、よろしくお願いしますと返信していて、それに対し投稿主、大丈夫ですと言ってるんですが、その結果こちらですね、どうやら本当に足立スマイルビジョンに左右対称の野獣先輩が映し出されたようで、それを見かけた人が朝から終わってると投稿していますね。まあ本人確認として、ご本人様で問題ございませんでしょうかと聞いて、それにね、大丈夫ですと返信するだけでもう掲載されてしまうんですね。まあ本人の可能性もあるのかもしれませんが、もう左右対称のネットにね転がってるような写真でも掲載されてしまうんですね。まあ足立スマイルビジョン公式は、内容が不適切と判断した場合は掲載をしない場合がございますって言ってたんで、まあこれはセーフ、不適切ではないと判断したんでしょうか。さらに他にもこちらですね、レジで開脚をするバカッターがビルから落ちそうになっているコラ画像の写真ですね。こちらの画像もハッシュタグ足立スマイルで投稿されたようで、足立スマイルビジョン公式、いつもハッシュタグ足立スマイル企画に応募いただきありがとうございます、こちらビジョンで放映する予定でおりますが、ご本人様で問題ございませんでしょうか、確認取り次第ビジョンにて放映させていただきます、よろしくお願いしますということで、こちらも足立スマイルビジョンに掲載されたようですね。もうこれはコラ画像ってわかるやろって画像なんですが、これも掲載されるんですね。まあこれもね、本人の可能性もあるのかもしれませんが、本人確認も結構ガバガバで、まあこのレジの開脚バカッターも野獣先輩も、まあネットではね結構画像が転がってて有名だと思うんですが、まあ、それも知らなかったんですかね、もしくは AI が変身してるのかもしれませんが、ハッシュタグ足立スマイルで掲載される画像、結構先行がガバガバみたいですね。もうこれには放送事故だったり、担当者もおかしいだろ、こんなん笑うわ、これも足立スマイルだろ、ご本人様で大丈夫ですか、大丈夫です、かっこ大丈夫じゃないといった意見がありましたね。まあ過去にはね、普通に参加者の投稿した笑顔の写真も掲載されたりしてるんですが、もうさすがにこれはガバガバすぎるやろということで、もう現在はこれがね話題になって、いろんなネットの広い画像がハッシュタグ足立スマイルをつけて投稿されてるみたいですね。まあちなみに笑顔じゃない写真でも足立スマイルビジョン公式、本人確認取り次第掲載するという返信をしていたんで、まあ、足立スマイルと言いつつ別に笑顔じゃなくてもいいみたいですね。まあといった感じで、足立区の巨大ビジョンに野獣先輩だったりのネットの広い画像が掲載されたということなんですが、まあさすがに知ってたら掲載しないと思うんで、担当者の人はね知らなかったという可能性もあるんですかね。まあコラ画像はさすがにこれおかしくねってわかると思うんですが、まあどうやら今年の1月には広島で地元の高校生がデザインした郵便ポストが設置され、そこに書かれていたのが、いいよ来いよだったり、うん美味しいといった陰夢語録と言われるセリフだったそうで、担当者、これ指摘したら陰夢中ってバレるし黙っとこうという考えで指摘しないといったねコメントもされていたんですが、もしかしたら今回の足立スマイルビジョン担当者もこういった心理が起こったんじゃないかといったコメントもされていましたね。自分のね、とびっきりの笑顔で足立スマイルビジョンに掲載してもらいましょう。以上です。